皆さんこんにちは、内山でございます。今日はですね、経営会議の効率化というテーマでお話をしていきます。皆さんが行っている会議ですけれども、効率的に行われているでしょうか。よくありがちなのがですね、だら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 、ああでもないこうでもないって言って結論が出なく、時間だけが過ぎていくとかですね、そもそもこの会議私が参加する必要があったのかとかですね、私にはこの会議関係ないやと、あと寝てしまおうとかですね、であるいはこう一人の人がですね、もうベラベラ喋って、発言を独占して、他の方の意見がですね出ないとか、こういった会議よくありがちだと思います。でそういった会議非常に効率が悪いものですから、どうしたらいいのかということで、考えていきたいと思います。レジュメの方にはですね、いろいろ書いてあるんですけれども、議題に関する的確な状況判断ができるよう、あらかじめ案件の担当部門事務局に命じて現状報告を要領を交わせる。それから、議題ごとに事実に基づく状況判断を一致させた後に対策を議論する。主要議題をメンバーに全予告し、各自の発言、提案内容を事前検討の上出席させる。メンバーに平等な発言機会を与えというふうに、書かれておりまして、あまりちょっと具体的な案が出てないもんですから、お話したいと思います。でまずですね、会議のルール、これをですね、目的をですね明確化することが大事かなと思います。でゴールの明確化をすべきと。で結果を出すというのがですね、大事だと。で単なる話し合いで終わらずにですね、とにかく結果を出すと。で、持ち越しはしないということです。でこの会議の結論は、第1回目の会議はこれだけで、結論はこれだけれども、この結論を踏まえて第2回目の会議を話し合って、2回目の会議はこうだというふうな形でですね、あくまでも結論を出すと、持ち越しはしないという形にしたいということです。であとですね、参加メンバーを明確にということです。そもそもですね、何のために、この会議に参加するのかということが非常に大事かなと。で営業会議であればですね、課長は参加、部長は出ないとかですね、でそうすることによってですね、自分はこの会議関係なかったな、ということがなくなるということです。で会議の時間はですね、明確にしてですね、60分なら60分と決めてですね、だらだらやらないということです。でルールを作るといいと思います。発言のルールを決めるということです。で、手を挙げて発言するとかですね、自由に発言するとか、それは自由だと思いますけれども、まず結論から言ってですね、その理由付け、理由をですね後で述べるというルール、発言のためのルールが必要かなと。で1人1分以内に発言するということで、非常にこれだけでもですね効率化が進みます。で、やはり、そういったルールのためにはですね、事前の準備が必要になるものですから、参加者全員にですね、何を話し合うのか、議題をですね、あらかじめ参加者全員にメール等で知らせてですね、意見を各自まとめさせるというのが大事かなと思います。これだけでですね、とかですね、考える時間が省けますので、これもかなり効率化できるんじゃないかなと思います。で、1人例えば10人いる会議であればですね、1人1分であれば10分で発言が出ます。でその後の10分でですね、まとめると。で、議長はですね、3分以内で、決まったことを言えばですね、その議題の、結論のですね共有化が図れるということです。ですから議題をですね、20分でやればですね、3つの議題が60分以内でできるということです。はい。でこのように効率化していけばですね、余分な時間が取られる。時間はコストですから、非常に大事なことかなと思います。ご清聴ありがとうございます。